はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今日はね、気になるものシリーズを紹介していきたいと思います。いつものようにね、新製品ばかりではないんですけれども、皆さんにね、なんか楽しめる情報を出せればなと、これから今選んでまいりましたので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。はい、一つ目はこちら、ジャパンタクシー。ジャパンタクシーもプラモデルになってるんですよ、すでに。もうね、だいぶ今ね、地方の方の、釧路というのはね、北海道の端っこの都市ですけれども、ジャパンタクシー走り始めております。で、東京とか結構早かったんでしょうけれどもね。で、これね、見れば見るほど考えられたデザインだなというふうに思うわけですよ。はい、このね、フロントのドア、リアがね、スライドドアでしょ。で、ここの上のところが高くて、はい、リアの方がね、圧倒的に高いんですよ。で、低床になってて、これはね、ドアの再現、ドアのね、開閉も再現。これね、ガス車しかないらしいんですけれども、これ自家用で乗りたいよね。すごく自分はなんか本当に自家用で乗りたいなと思って、価格調べたりしちゃいました。はい、ただね、ガス車だとね、長距離乗った時にガス入れてもらえるスタンドがどれぐらいあるかっていうのとか、結構調べてから乗らないとダメだとは思うんですけれども、北海道だとね、特にね、そうガススタンドあるわけではないので、これは気になる。実車も気になるし、模型も綺麗に作ってみたい。ロンドンタクシーの模型とね、並べて飾ったりとかしたいですよね。そんなジャパンタクシー、こちらおすすめです。はい、次はですね、こちらタミヤの 88mm 砲ですね。はい、これはね、一番最初のね、スタートの時にね、新製品だけじゃないよ、紹介するのって言ったのは、実はこれを手元に持ってきてたからなんです。もうね、これね、ミリタリーミニチュアの17番、相当古い商品ですね。これ出た時って、僕ね、小さい時に作ったことがあるんですよ。こんなに兵隊さんたくさん入ってるんですよ、中に。しかもバイクもついて、お得感バリバリじゃないですか。これはね、当時ね、やっぱりね、フィギュアっていうのがついてるってだけでもうわーってなってたんですけれども、作るのはね、大変でしたね。今だったらなんか、これかっちりすごく作れる、かっこよく作れるんじゃないかっていうふうにね、思っちゃいますよね。これやりたいよなぁ。これはね、素敵な、ドイツって言ったらこの 88mm っていうところもね、ありますしね。僕はもうこれはね、本当にミリタリーミニチュア史上やっぱりね、歴史に残る作品だと思ってますので、皆さんにお勧めいたします。はい、次はね、キャラクターものの棚から持ってまいりました。グッドスマイルカンパニーさんのメガフォースのタクコム、はい、このでっかいやつですね。これもね、この独特な形、この巨大感、後ろの方にはこのね、バイクとね、それとバギーもね、入っております。セットになっております。これがね、僕ね、メガフォースはね、劇場で見たんですよ、小さい時に。実は当時同時上映っていうね、映画が結構あって、これのね、同時上映がね、ちょっとね、記憶曖昧なんだけど、確かね、スペースコブラだったで、スペースコブラを見に行って、その時にやってたのがメガフォースで、時間スペースコブラに合わせて劇場に入るので、このメガフォースの一番最後の、ネタバレにならないようにね、一番最後のすごい印象的なシーン、あそこのシーンから入っちゃったね。それで、それを見て、コブラ見て、いやー、なんか同時上映の映画も面白そうだなと思って、そのまま劇場に残ってメガフォースを最初から見直したっていうね、そういうようなものでしたね。小さかったね、僕、当時、小学校の時かな、多分。だからね、僕ね、これに出てたね、俳優さんがね、チャック・ノリスだと思い込んでたっていうか、つい最近まで、頭の中でデルタ・フォースとこうぐっちゃになって、メガ・フォースに出たのもチャック・ノリスだと思い込んでたら、メガ・フォースは違う方でした。はい、そんなオチのある模型ですけれども、すごくね、当時ね、自転車にね、この、中にね、付属になってるバイク、前にミサイルがついたりしてるんですけど、自分の自転車の前にね、こう打ち上げ花火とかやった後の筒とかをこうやって縛り付けて、そこにロケット花火入れて、で、荷台にはね、ドラゴンの花火を入れて、で、手にね、蚊取り線香を持ちながらこう走って後ろに火つけて前に火つけるみたいなことをして遊んでおりました。そんな思い入れのあるメガフォースからタクコム、これもね、作ったらなんだこれって感じになるんでしょうね。素敵な一品です。お次はちょっと小さい箱ですね。スペシャルホビーさんが出した
ブガッティ100レーサーということで、これはエアレーサーですね。エアレーサーといってもですね、これは実は当時は飛んでおりません。はい、これね、確かね、戦争になるギリギリ、ブガッティって皆さん聞いたことあるでしょ。うん、ブガッティって車とか自動車とか作ってるメーカーさんですよ。そこのところが飛行機でね、最速の飛行機を作りたいっていうことで作ったのがこれで、戦争になるちょっとぐらい前、二次大戦になるちょっとぐらい前に作れなくなった、閉鎖した、どうだったっけな、なんかの理由で計画が頓挫して、もしこれが飛んでたら多分これに使われてた技術とかドイツに持ってかれてたんじゃないかっていうふうに言われてる飛行機なんですけれども、確かね 3,4 年前だったと思ったんですけれども、これをですね復元機作って飛ばしました。ちょっと当時としてはもうとんでもない飛行機ね、後ろなんてこれ何、魚の尾びれかいっていうぐらいこう三角形になってるんですよね、尾翼とかすごい面白い形をしてる。実際どうだったんだろうなこれな、20反転これね、なんか誰だったっけ、なんかツイッターで誰か作ってたな。結構ねちょっと知る人ぞ知るレーサーなんですけれども、もうね注目してる人がたくさんいた。やっとやっとこのね普通のプラキットで発売になった飛行機です。はい、じゃじゃん。次はねこちらタミヤのファイティングバギーラジコンですね。こちら、2014年に復刻になったものなんですけれども、これは結構古いバギー、古いものです。古いっていうかね、これは新しいんですけれども、出てたのは何年ぐらいだろう、僕がちっちゃい時、本当に小学校 1,2 年生の頃だったと思うんですけどね、自分が使ってた、ワーゲンフローダーと同じぐらいの時期に、はい、出てて、当時はね 6V のシールドバッテリーを積むタイプのラジコンだったんですけど、今はこれは、リフェの M サイズのバッテリーを積んで走るような形になっております。はい、でね、このねリアにこのねオイルタン、オイルのねリザーブタンク積んだね、このかこのダンパーからこうねオイルこんなに入れてね、いやこれかっこいいですよね。この部分だけでね、おわーっとこいつね、あ戦うなっていう感じですよね。すごい本当にバギーバギーしたね、すごいいい形でね、これはなんかちょっとこう走らせるのもいいけど作って飾っておきたいようなラジコンだと僕は思います。はい、もちろん昔の設計なんでね、足回りとかもねダイキャストの、ね、鋳物とかでできてますから、かなり重量感もあってかっこいい模型です。今手に持ってる僕の手もね、あ結構重たいなっていう感じで持ってます。はい、こんなラジコンでした。はい、お次はこちら、またちっちゃい箱登場です。水性ウェザリングペイント6色セットということで、ウェザリング用の、ね、塗料今いろいろね出てますけれども、その中でこの前出てきたねこのウェザリングペイントっていうのはね、中にですねチューブ状のものが6色入ってます。あ、単品売りもあるのでちょっと待ってくださいね。これ単品なんですけれども、中にこういうチューブ状のものが6個入ってます。はい、でいろんな色が使えるよっていうもので、水性なので水で溶くことができて、で他の塗膜をね動かしませんから、一番最後にザバザバザバっとやってやるアクリル絵の具のような感じですね。でアクリル絵の具っていうところであれなんですけれども、塗った感じとしてはリキテックスとそれとアクリルガッシュの中間みたいな感じ。はい、でリキテックスみたいにちょっと結構伸びるし、でもガッシュほどの隠蔽力はなくて、であんなマットになる感じでもツヤツヤになる感じでもないんですけれども、そういうのでねすごく模型用に使いやすくチューニングしてあるアクリルペイントになりますね、水性のね。でこれはね薄めることでね墨入れみたいにスーッと流していったりとか、そういうこともできますので、もういろんな使用の仕方ができるんじゃないかと思います。でね、洗う時とか全然水で OK だし、で薄めて伸ばす時とかにはねこう専用の薄め液とかも出てるんで、多分ちょっと僕ねまだ使ってないんですけど、うん、これで拭き取ったり伸ばしたりするとかなりね水やるよりはやりやすく、筆運びがやりやすくなるんじゃないかなと思いますね。うん、そんなちょっと新しいね塗料ということで、水性ウェザリングペイント紹介させていただきました。はい、ということで今日は全6点紹介させていただきました。
どれも店頭にできるだけ在庫をね持っていようと思いますので、お店の方遊びに来ていただければと思います。ではでは。